はい、こんにちは、ギターの瀬松です。エネゴリです。今日はですね、はい、いろんな、ミュージシャンの、はい、お助け道具をご紹介しようかなと思っております。はい、うん、で、あの道具って言っても、はい、まあ、どういう道具かというとですね、はい、あのやっぱミュージシャンやっていく中で、なんていうのかな、例えばね、はい、あのなんかこうピックでもいいのを使うとこう早く弾けたりするじゃないですか。あ、はいはい、と思ったら、なんかある局面ではそのピックは全然使えないとかもある。で、実際その、局面局面、あと自分のレベル、成長具合、はい、あとはその今やろうとしている音楽とかによって、やっぱし必要なね、はい、なんかこう道具があったりするわけだし。ですよ。で、やっぱりね、工房筆を選ばずじゃないけど、うるせえな、カードがなんだよというわけで、いろんなね、道具に助けられるというか、はい、まあ、あの道具に頼ってもいいんじゃないかと。成長の過程でやっぱり全部を網羅しながら演奏できません、やっぱりね、どうしてもね、はい、というなんかその局面局面によって、はい、あのミュージシャンを助けてくれるグッズを紹介しようかと思っております。はい、はい、というわけでですね、はい、まずは早弾きを強化してくれる、はい、スタイラスピックというのをご紹介します。はい、はい、では紹介してください。はい、これですね。これですね、スタイラスピックというのがありまして、はい、先端がですね、なんつ円錐型になってて、そうですね、深くピックを入れてしまうと引っかかって止まってしまうという、はい、なので先端のこれ何ミリぐらい、2ミリぐらいか、2ぐらいですかね、先端の2ミリにこうちょっとこうやったとかな、先端の2ミリに弦をうまくヒットさせないと弾けませんと。しかも擦り弾きなんていうの、横にこう横にこう平行にこう擦ってるような弾き方だと音量が上がらないんですよ。はいはい、で、はい、音量上げるには僕の推奨しているそのなんていうのかな、この三味線弾き的なね、三味線弾きと呼んでるんだけど、三味線弾きのような演奏方法じゃないと音量が上がらないんですが、はい、まあこれは本当に距離がしっかり取れるようになるんで、はい、あのこの間早弾きのね、ちょっとあの動画を上げましたけども、 はいはい、あれを練習するときにこれを一緒にやると、これを使ってやるとね、あ、もうすごいですね、もう爆発的に爆発的に本当に1週間ぐらいで覚えるかも。俺はね、完全に1週間で覚えたんだよね、その距離感は。あ、なんかこういろんな方法を織り交ぜて、弦を飛んだりとか、あ、はいはいはい、あ、いわゆるこう動かし方です。ちょっとやってみる。ちょっとやっとこうか。ね、こういうやつ。あ、久しぶりにやったらできない。こういうのをこうやって、練習しましたね。スピード上げる練習しました。はい、じゃあ次はですね、はい、これね、はい、どうぞ、はい、64ピックってやつですね。はい、これはあのジプシーギターの方々が愛用していること、はい、愛用しているのかな、わからないけど、なんかそんな感じで置いてよくあるよね。はい、そうそうそう、これもね、あの早く弾けますね。あ、かなり早く弾けます。はい、ただね、あのカッティングがちょっとどうなんだろうなという、いわゆるその16のカッティングみたいな、そのやつちょっと、あ、分厚いんで、あの、ね、ちょっとどうかなと思いますけども、あのできるできないで言えばできると思うけど、あのサウンドがねちょっと分厚いとどうしてもね硬くなるので、それはできないかもしれないけど、いわゆるそのジャッジャッツジャッツジャみたいなリズムとか、こういうのには OK ですね。そうですね、うん、で早く弾ける。はい、そうですね、もう買った、もうカッチカチな、カッチカチですよね。でも滑るんだよね、よく。あのツル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 いきますね。はい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 、ね、だから早弾きでちょっと早く弾けないなっていう人はぜひこれいいですね。あともう一つ同じようなやつで、はい、これですね、プライムトーンのプレクトラ、あ、プレクトラっていうやつで、これもあの硬くてツルツルしてて、しかも
多少カッティングができて、あ、はいはいはい、柔らかく持てるので、うん、っていう特殊な形状が嫌な人はこっちの方がもしかすると引きやすいかもしれませんね。そうですね、はい、こういうのをですねうまく使って早く弾いてもらえればいいと思うんですよね、うん、多分、はい、じゃあこの間話してましたけど、はい、早弾きを練習するのには脳を騙しましょうね。あの、はい、レッスンってギターレッスンって、まあ、難しいところがあって、あの嘘の連続なんだよねそれをやったら世界一になれるよって思った方が良かったりするわけで、やっぱり一時的に脳を騙すというか、自分の感覚を騙すっていうのはすごい大事だから、あのね、あのオーバードライブ、これとかディストーションね、うん、これでもガンガンにね、はあ、歪ませて、うん、うん、うまいこと、そうですね、ふゃーっていうある意味ですね、おサウンドをさせて、そう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 、あ、こうなんていう、自分のを騙すことによって、より早く演奏できる状況をね、あの作ってほしいというか、あの騙してほしいなと、ね、まずオーバードライブ実装、はい、これもね、何がいいかって言ったら、僕ちょっと今ここにないんだけど。あのボスのね、なんでね、メタゾネ、あー、はいはいはい、なんだこれ、メタルゾーン技シリーズ出ましたね。 あれいいと思うよ、絶対めちゃくちゃ早く弾けるような気になるよね大事大事ぜひね、あれ買ってくださいさあ次はですね、はい、コンプ、コンプも大事です ね、 あのね、あの音が揃うだけみたいに思ってるかもしれないけど、あの例えばね、あのアンサンブル、要はバンドとかの中で、ギターのやつだけなんだかやたらとガチャガチャしているとか、あ、はい、カッティングしててもジャグ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 ってなってたらどうしてもさ歌いづらいじゃん、ジャガ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 、やっぱりね、なんかね、あのすごいギター好きな人って音抜けとかさ、あ、気にしすぎだよね。なんか音抜け至上主義じゃないですけど、そう、なんか機材のレビューとかも結構そうですよね、好きだよね音抜けがっていう、そうそうそう、あんまりね、インターネットっていうかそういうの信じすぎちゃダメだよねやっぱり混ざらないと、あ、うん、あの音楽にならないんで、うん、そういう時にはね、やっぱりコンプでうまく混ぜて、こうなんていうのかな、表面を整えるというか、うん、うん、それでソロの時だけはポチュッと抜いて、ガツッとこうダイナミックスがあるソロを弾いてもいいと思うんですけども、うん、アンサンブルの中ではね、結構やっぱりちょっとなんかバンドの音がバラバラだなっていう時にはーベースの人もやっぱりね、いっぱいかけますよ。あ、なんでかというと、そのやっぱりそのベースって同じ感じでずっと音圧がないと歌が歌いにくいからっていうんで、コンプかけたりするので、ぜひねコンプはね、いろいろ、うん、であの試してみてもらいたいなと。あるから、うん、イコライザ ー、 あー、はいね、はい、これね、イコライザーはね、ぜひ1個買ってみてもらいたいな。わかる、この何のつまみがどこらへんって。あ、もう、なんかもうなんかはっきりとした感覚ってば、そうだよね、そうだよね。だからガットギターとかアコギの時をやっぱりそのライブで使う時とかもパッと修正できたりとか、あとちょっと特殊なハワイのハンドメみたいなのをさ、こういうふうに、こういうふうに作ったりするのよ、なんかこういうふうにね、あやったりするのよ、はいはいはい、あ、これボリュームだったボリュームゼロになっちゃったうん、まあこういうふうに作ったりするんだけど、そういうのとかをあのやっぱり覚えるとですね、これからのいわゆるもうアンプシミュレーター、まあ、この間もヘリックスの、あ、間違った、ヒリックスの思わずやっぱヘリックスで言うよね、言っちゃいますねそういうのをやっぱりほらいじるときに何ヘルツぐらいがどうだとかっていうのを思うのにはいいし、ちょっとこれブーストもできるのね、あーブーストっていう、もうこれを全部グッと上げるだけでブーストになるのよ、ブーストになるのよ、実はブーストとかで僕もよく、あーそうだよね、使ってました、そうそうそう、だからそういう風な感じでも使えますんで、買っといたらいいんじゃないか、あると便利ですね、中古で今なんか3000円4000円ぐらいですね、あ、そうですね、うんうん、ぜひ買ってみてくださいね、はい、この間 ヒリックスのやっぱり音がちょっと渦漏れる問題、はい、あ、僕真打ちが来ましたよ、もうこれロジャーメイヤーの456というやつなんですけども、はい、これはいいですね、いやすごいですね、音聞いてちょっとやっぱりびっくりするっていうか、うん、やっぱ艶、張り、あのいわゆるテープで収録してた、はいはい、時代があるわけですよ、あの昔レコーディングってね、テープの良かったところっていうのがあって、はい、いわゆるなんかこう、まあ、難しいことは言いませんけど、要はそのテープにあの要はピークを超えた音が入ると、はい、テープってアナログ的に自然に、要はそれ収録できないからちょっと断るというか、あーテープ側が、でそれがねコンプになる、はい、コンプの代わりになってテープコンプっていうんだけど、そういうのとかのちょっと
あの再現してくれてる感じがちょっとあって、あとその飽和した感じ、音がいやありすぎてどうしたらええねんみたいなのをこう、まあ、シミュレーションしてくれてるようなやつなんですよ。例えばね、あのモーフ・ザ・キャットっていうドナルド・フェーゲンのアルバムのドラムとか聞いてもらえば分かるんですけども、あの他の楽器は全部デジタルで撮ってるんだけど、ドラムだけわざとテープで撮ってるのね。だからもう音圧が超すごいわけ。で、でで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 でつって、まあもうだからそういうのを聞いてもらえば分かるけど、テープって本当にアナログの凄さですよね。ありだと思います、これはね。あ、最後に突っ込むのもう相当いい音になる。皆さんこれ知ってますかね、これ。デラクシー D5、これはいわゆるその接点復活剤なんですけども、あのね、もうシールドの先端、あとボリュームポット、トーンポット、あとジャック、そうですね、もうエフェクターのジャックも全部、電源周りもこれかけただけで突然音が一枚皮むいたみたいに綺麗にね、あなり、あの汚れもよく取れ、錆びにくくなり、もうしかもなんかね、あの詳しいことは分かんないから、僕はあの聞いただけなんで何とも言えないんだけど、エンジニアが言うにはあの漏電を起こさないらしいのよ、基板にかかっても。そうで、物によっちゃね漏電するんだって、やっぱり。なるほど、それでパーツがダメだったりするっていうのもあるらしいから、はいはい、これいいですよね、おすすめですね。これはもう本当、みんな、そうみんな買ってますこれ、ね、はい、これですよ、これ何ですか、なんか分かりますか、これこれはマーカーですか。マーカーですね、まあ、蛍光マーカーですね。蛍光マーカー、ね、蛍光マーカー、はあ、何がいい、何に使いと思いますかこれ。突如出てくるとちょっともう楽譜とかなんかそんなところですか。あ、そうです、楽譜に使うと、いわゆる、なんていうんですかね、このいわゆる楽譜で、いわゆるリピートとかの、それで分かりやすくする。あ、まあまあそれもそうだよね、はあ、あれ、え、あとそうだよね。多分楽譜とかを使ってる人たちはよく赤とか黄色とかで色々こう、例えばコーダのマークをぐるぐるしてみたり、リピートのところを赤く塗ってみたり、僕も赤く塗る派なんですけども、実はね、赤い照明というのが世の中に存在するんですよ。そう、ほんで赤で全部マーキングすると何もかも消えるんだよね。メモしたらメモすら消える。真っ赤にされると赤青黄色あたりは存在するんですよ。ここが黄緑のいいところで、このなんか蛍光の黄緑って、これは緑か、これでね、コードの上を塗っとくのよ。コードに書いたコード、おお、はいはい、それだけでもうね、真っ暗闇にされても、こう蛍光だから、わずかな光でコードが浮かび上がってるの。ああ、なるほど。そうだから暗転がある時とかも、もう全部これ発色するみたいな感じになる。発色する、なるほどね、浮かび上がる。へえ。そうああ、なるほど。一回ね、譜面でもさ、4段ぐらいあるのに、同じコード進行だから上の段しか書いてないとかあるじゃん。それ上の段乗ってたのよ。そしたら、まあ、暗転されちゃって1段しかねえこの曲みたいな。どうしよう、何小節あんのかわからねえ、早くつけって思ったことありますけど。そうだから黒いマジックで一応コードネームを書いといて、その上を蛍光ペンでこうなぞっていただければ間違いなく、ありますね。確かに、はい、ぜひやってみてください。もうこういうお助けグッズはね、多分いろんなところでいろんなものがありますんで、まあなんかこの間紹介しましたスパイスランドとかもそうですね、はい、いろんなものがあるんで、やっぱりその自分のレベルとか状況によっていろいろ使ってみてもらえたらいいかなと思います。はい、それでは今日はこのあたりで、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。そんなもんかな、はい、ではありがとうございました、はい、またね。